こんにちは、こんばんは、ひげの部屋です。本日は鮫島事件について語っていきたいと思います。最後まで楽しんでいただけたら幸いです。それではどうぞ。鮫島事件、まず正確には例の事件は2チャンネルで起きたものではない。あの事件は2チャン以前に存在した大型掲示板アメゾーで起こった。まず最初に、事件とは直接は関係ないが、鮫島事件の持つ影響力を物語事例を紹介したいと思う。あの事件以降、鮫島という反念を持ったやつが現れた。無論偽物だ。そいつは冗談で鮫島を装って書き込みをしたのだが、それがアメゾーのユーザーにはジョークとして受け入れられず、散々叩かれた。こいつのせいでサバが3つも落ちたからだ。アメゾーの住人の反応たるや、それはそれはもう凄まじかった。アメゾーの衰退原因はこの偽物も含めて一連の鮫島事件に起因すると言われている。さて、前置きはここらにして、鮫島という判例はここまで嫌悪感、過剰反応を取らせた事件の核心に迫ってみよう。ヒントは2チャンネルでいう実況系、鮫島という固定班をオフで JR 柏駅前に呼び出し、20人でリンチし殺した。虐殺と言ってもいい。その模様を実況したのが鮫島スレと呼ばれるスレッドである。鮫島事件が語られるとき、血の16画像という単語がキーワードとして出るが、それは実況の際、ウプ主がされた画像のことである。柏駅の看板を取った1枚目から始まり、最後の16枚目には殺された鮫島の千切りにされた指だけが映っている。これらの画像の残虐性は、グロ体制のある人でも目を背けたくなるほどのものだという。背景に潜む性質上、出回ることのない画像であるため、俺も全ては見たことないが、見ることのできた数枚は相当なものだった。ちなみに過去2チャンネルで起きたディルレ事件、有名な猫虐殺実況スレでアップされた画像の中で、殺された子猫の首にディスクが巻かれ、私は敗北主義者ですと書かれていた。これはこの件の画像集をパロディにしたものだったため、当時の住人の逆鱗に触れてお祭り状態になった。さて、なぜ鮫島がリンチされるに至ったか。彼はアメゾーでビデオを販売していた。ビデオの内容は、障害者学級の女児を虐待強姦し、最後には殺してしまうといった鬼畜ビデオである。通称水木と呼ばれる。そのうちビデオの撮影者が販売者の鮫島本人であるのではないかという憶測が飛び交った。鮫島本人がそれを否定せず、自らの蘇生で何も語らず、煽られるがままに放置されていったので、妙に現実さと不気味さが増していった。鮫島からビデオを買った者は
正確な数は不明である。ビデオに関する補足は後述べることにする。とにかくそのビデオは評判が悪かった。そこで正義感に燃えたある小手半エモという男が鮫島にオフを持ちかけた。リンチの首謀者である彼は、そして柏駅にはエモが仕込んだ策略の通り、鮫島は集団リンチされ殺された。ただこれだけではタブーにはならない。オフに現れた鮫島と思われた男は本人ではなかった。調子に乗って鮫島を語ったばかりに、偽の鮫島は殺害された。アメゾーに現れた偽の鮫島の叩かれ方もこれに所存する。一連の事実を知る住人からは極めて不謹慎に見えただろう。2チャンネルであれば容認されたかもしれないジョーク。そして当の鮫島本人はというと、その実況の男で残虐される過程を見て抗議した。どういった技術を用いるのかは俺は知らないが、後書き込みがあってからリンチに加わった人たちの住所を特定し、分かっているだけでも二人殺したそうだ。その後鮫島は前回の報復であると書き込みをする。また鮫島のスレに関与した者は皆殺しにしてやるとも書き込んだそうだ。これはアメゾーユーザーを震撼させた。この時点ではまだ事件のことは警察には発覚していなかった。その頃ネット掲示板は現在とはまだ違い、極めてアンダーグラウンドなものであった。エモは首謀者である自分が鮫島に必ず殺されるであろう、そういうことに怯え警察に自首する。しかし警察はこの事件の経緯を知り口を閉じた。ネットがさほど浸透していなかった当時にすれば、この事件は極めて異質であった。被害者は実は無関係者、加害者は正義感に燃え死刑を加えようとする者、その方法でリンチ。しかも被害者が苦しむ様を実況して、それをカメラに収めて公開するなど、とても残虐な行為であった。殺害目的となった当の鮫島は、知的障害者の女児を強姦殺害し、ポルノビデオを作り上げ、ネット上で売りさばき、リンチがあったことを知って復讐として、関係者を二人殺している。アメゾーという掲示板自体に、まずそういった類のビデオを販売を黙認した罪と、同じく残虐な行為を実況もして放置していた罪がある。そして警察は対応しきれずにあろうことか、事件を究明することを放棄した。普通の殺人事件としてそれを処理し、一人の男が殺されたことにある背景を無視した。現在、公安は過去の汚点を隠蔽。暴かれると歴史の不祥事になってしまう。このことが暴露されないように、極秘で逃亡中の鮫島を追及しているようである。後分かったことだが、エモとハンネはイサミという名字のハングル読み、在日韓国人だ。
在日が絡んだために、余計に警察は面倒に思い、捜査がおざなりになったと、そういう会見もある。公安はこの事件自体をなかったものにしたいらしい。事件の存在を否定、躍起になって隠蔽している。鮫島事件に触れるとき、必ず消されるぞ、というすれがつくもの。住所特定の能力を持つ鮫島が、現在も野放し状態であることと、警察の不祥事といったことに結びつく。この事件はネット掲示板の匿名性が生んだ危険性と、それゆえに自制心がガタ崩れしてしまうこと。在日、障害者、児童ポルノ、警察のミスと隠蔽。これらすべてが重なることによって、事件自体がおそらく迷宮入りであること。また、鮫島の素性が元教師ではとつぶやかれている。そんなことなどなど様々な要素が混在している。そしてもう一つ、二ちゃんでこの事件が禁忌とされる本当の理由。それは例の鮫島スレに2チャンネル管理人のひろゆきの書き込みがあったからである。それがどういった類の書き込みであったかは、事件直後のアメゾー閉鎖による知る由もないが、2チャンネルで行われる鮫島関連の真相に触れた書き込みなど全て削除されたことから、悪意のこもったものであったかもしれない。現在、鮫島事件は、牛の首というような恐怖話に中身を変えて、存在しないジョークであると認識され、型が定着してきているが、それが隠蔽工作の一環であるということを、忘れてほしくない。この書き込みをするにあたって大変な決意がいった。決して忘れてほしくない。書き込みが消される前にぜひ読んでもらいたい、保存してもらいたい。その後、この事実を広める広めないはあなたたちの判断に委ねる。最後に一言、自分の主張を述べて今日の書き込みを終わそうと思う。この事件がやがていつか表沙汰になり、それによってネットを含めた日本社会が浄化されることを願ってやまないことを。